はい、こんにちは。来ました。本日も、はい、姫野の館にまたお呼びしちゃいました。よろしくお願いします。今日はですね、もともと足トレの予定だったんですけど、はい、ちょっと僕の足の筋肉痛が治らず、どのくらいっすちょっと、今日は、急遽肩トレの肩でということで、はい、あ、東京福田さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。髪の色とメダルが一緒になりました。じゃあ、走ってるパターン。次大会は東京選手権。東京選手権です。あ、じゃあその時はぜひ金髪で。金髪で、そうですね。行きますね。金色で、はい、金色で、はい、ゴリゴリ狙います。金色で、ゴリゴリ表彰台は狙わない。そうですね、無理ですね。ちょっとまだ早いかなと。まあ、そうですね、しっかり貯めてまた来年で。来年、はい。早速もうやっちゃおうと思います。はい、お願いします。はい。昔は無理やり45と上げてたんですよ。今はでも分かんないですね、多分。でもそういう時期もあったってことですね。そうはい、45? 上げるのは大変ですよ、上まで。そうですよね。腕のデカさがこの前もデカかったですけど、この前よりやっぱりデカく感じますもん。本当ですか。はい、デカ。頑張って絞らないと思います。普段ダンベルプレスではやらないんですか。あ、たまにやります。はい、これ一種目に持ってこないので。なるほど。はい、普段自分は最低8レップ多くて12回投げてるんですよ、はいはいはい、1人の時は、はい、で今日2人いるんで補助し合って、はい、まあ、なるべく自力の回数をキープしてる状態で、はい、補助で15回分かりました。いや、すごっ。多分相当効くんですよ、15回いったら。相当ですよね。え、これからもういきますか。あ、いや、これはまだ僕は、ね、はい、はい、1人だとそもそもあれですね、15回って上げないですもんね。やらないですね。そうですね、15あるならその半分で重くしてって感じですかね、はい、自分がやってる重さをキープしたままほどで、はい、グッて。分かりました。もう1レップ目から軽く補助入ってる状態でそのまま感覚で15発まで上げてあげる。はい、で今日はちょっとその感じで、はい、あとなんか自分が思うのが、はい、カットが出やすいかなと思いますね。へえ。重量もキープしてるんで、はい、回数が多いんで乳酸もしっかり溜めれて、はい、なんか一石二鳥か。おお、すごいですね。怪我のないようにだけ。本当にそうですね。怪我、そうですね。やったらなんかちょっと炎上するかもしれない。
限界まで行っちゃっていいですか。まだ行けそうです。ありがとうございます。やばい、30でした俺。でこれで多分1人だと30しか持たないと思うんですよね。持たないです。はい、でここを、はい、ここを2人で行って、はい、で怪我しないように落ちたが1レプ目からもうそこで投げてるみたいな。セット組んでたんですよね、はい、でもそれだとこう体のなんですかね、密度感とか完成度は増してくるんですけど、どうしてもサイズが大きくなってこない。でなんかこういうトレーニングすると分かるんですけど、やっぱきつくなってくるじゃないですか、はい、こう何が何でも上げようってする精神が出てくるん で、はい、でそうするとマシンでは使えない細かい筋肉っていうのをしっかり働いてくれるんで、フリーウェイトってすごい大事だなっていうのは感じますね。マシンってここまでの緊張感ないですからね。そうなんですよね。疲労とか蓄積されてくると思うんで、ね、はい、なので最初の種目だけフリーでやってあげて、で後半はマシンみたいな感じはいいと思うんですけど、はい、最初からマシンばっかりやるのは、はい、多分体がコンパクトになりすぎちゃうかなと思うんですけど、特にボディービルの場合は、はい、でかくしないといけないんで。
はい、では次もお願いします。